病院のベッドの占有率も当分の間はこの25%以下の水準で安定的に推移するものというふうに見込まれます以上のような判断を前提といたしまして本日県の対応のステージを上から3番目の警戒イメージカラーがオレンジでありますがこの段階に1段階引き下げることといたしました きょう午後に開かれた新型コロナの対策本部会議で県は対応の目安を特別警戒から警戒に引き下げることを発表しました対応の目安が警戒となるのは1月19日以来およそ2か月ぶりです引き下げの理由となる6つの判断指標です PCR 陽性率は非常事態レベル、 全療養者数は特別警戒レベルですが、その他の指標はすべて警戒レベルを下回っています。警戒レベルへの引き下げにより、県の対応方針が変わり、会食の制限が緩和されました。これまで県は、会食は4人以下2時間以内とするよう要請していましたが、明日から来月10日までは、 可能な範囲での規模縮縮小と時間短縮を求めます会食中におきましても、会話が主となる時間帯におきましては、極力マスクを着用していただく、いわゆるマスク会食を励行していただくということについては、引き続きお願いをしたいと思いますまた、観光需要を喚起するために、あすから来月28日まで、 県民の県内旅行を対象とした観光キャンペーンを再開します一つは高知観光特割キャンペーンで旅行宿泊代金が最大50%割引となりますまた、土産物店や飲食店などで使える2000円分のおもてなしクーポンを配布しますもう一つは高知観光リカバリーキャンペーンで 宿泊を伴う旅行の交通費用を最大5000円助成しますどちらもワクチン検査パッケージによるワクチン2回接種済みまたは陰性確認が必要です来月以降は国の方針に従いキャンペーンが適用されるエリアが県外にも拡大される見通しです経済活動の再開に伴いワクチン接種の需要が高まることから 県は来月10日までの予定だった無料検査を6月末まで延長します。対象は高知市西敷地の臨時検査センターと県内の薬局で実施されている無料検査です。今後は原則抗原検査で必要があれば PCR 検査を実施します。これからの時期は年度変わりを迎えまして県をまたぐ移動、 あるいは普段会わない人との接触の機会が増えるという時期になりますその意味でリバウンドが生じやすい条件が揃っている時期になりますからこのリバウンド防止に向けた十分な警戒が必要だと考えております